ご覧いただいているのは事故の瞬間の映像です。国土交通省によりますと、今日午前6時50分ごろ、成田空港の A 滑走路上で中国杭州発のフェデックスの定期貨物機が横風にあおられ着陸に失敗しました。貨物機は仰向けの状態で滑走路の上で炎上しました。この貨物機には操縦士と副操縦士の2人が乗っていて、現在2人が機内から救出されたということですが、安否は分かっていません。この事故で現在 A 滑走路は封鎖されています。また気象台によりますと、事故当時、成田空港の最大瞬間風速はおよそ20メートルだったということです。